ちなの。みんな、エルタルの彫刻家に掘ったんだ。エルは仕事で、アルトの悪いを荒らすお金をぶっ飛んでいった。今日、小人たちは、みんな、いろんな格好をしていた。ほっきょうに走った。回したのに、ほっきょうに回したの。もっと君に移ると。どうせ小人たのに、回らを行ったの。でも、もう、二人はエルタルの彫刻家のおじさんに作られて、同じ村に住んでいた。今日、小人たちは、毎日朝から晩まで同じことをしていた。夜を食ったらいいんだ。今日、小人たちは、みんな、インスタのおじさんのシールと、醜い青色のダマザラスチードを、別々の箱に入れて待っていた。小人たちは、夏中どこだよ、通りのあちこちで、おじさまと同じ箱をくっつけて暮らしていたんだ。さらりと山の子の木でできていて、山の木の上に生まれた可愛い小人たちは、いつも渡してもらっていた。でも、木はどこどこだったり、どのままで降りていたら、同じ人をくっつけられるんだ。すごいこともできる、その名前の小人たちにおじさんをもらえた。頭の上まで大きな棒をして、と持ち上げたり、高く積んだ箱を飛び越えたりすることができる小人がいたんだ。難しいことが知っているのは、素敵な歌を歌えるのもいた。それを小人には、なーい、おばっさんをくっつけていた。おばっさんだらけの人々登場。おばっさんをもらえて、昨日は変わって、また、すごいことを起こして、おばっさんが欲しくなってくるんだ。まあ、みんなできればご機嫌を取り込んでいた。そんな小人たちは、みんな今度、目印をくっつけられたんだ。一生懸命言い訳をしようとしたけど、つまらないことを言ってしまって、また目印のシールをくっつけられた。しばらくすると、体中で見つけた目印のシールだらけ。こうして歩くのが夢を見た。どうせ忘れにしようかね。そんなことは想像に止まらなかった。もしも誰もなくてもいいだろう。今日子供たちは目の前でずっと怖かった。もしも誰もなくてもいいだろうね。この日では何らかの人が生まれても仕方がないと思うようになっていった。どうせ僕は誰も届けたから、そうつぶやいた。外へ出ると、同じように騙されていっぱいつけた小人たちと一緒にいたんだ。その方がずっと気が楽だったからね。ある日、あの頃は小人らしくない小人に出会った。お父様も騙されしをつけてもらうんだ。今日は何だった。名前をリスターと言った。名前をリスターを伝えようとしたけど、つかなかったんだ。ある小人は、名前をリスターを伝えようとすぎるよ、と駆け寄って、リスターを集めた。そして、お母さんのシールをくっつけようとしたけど、落ちてしまった。今度は別の小人がやってきて、お母さんも一つにもらってならないと、と馬鹿にして、たまじらしをくっつけようとした。でも、それもやっぱりくっつかない。僕は女の子でやりたいなー、と感想が思った。まあ、誰からもいいとか悪いとか言われたくない。それで、妻が言ったらないと、どれくらいがいいか聞いてみた。それはなかなか、と妻が答えた。お前とエルは何行くのよ。エリー、そう、エリーは彫刻家のね、仕事場へ行って、一緒に行くのよ。どうして、自分
ところが行ってしまった。どうもこの人に会ってくれるかな。パンチノロが言った。ロシアにはもう聞こえなかった。それでパンチノロはお家に帰ったんだ。パンチノロは窓のそばに座って、人々たちがちょっとちょっと急ぎ足で落とすためのダメクロスをくっつけ合っているのをじっと見ていた。あんなの全体を、そう一人の手をつぶやいた。そして、ただに顔を行こうと決めたんだ。パンチノロは、お座りの木をテクテク登って、お金取ったの、おっきい、エラーをその手で見るから入っていった。何のかも、ちょっと、俺は、木ができたのは何だろう。さあ、結果です。ボスのある腰掛けがあった。スネーク台の穴を見るのに、背中をした。裏からの穴の金属が置いてある。パンチノロは、一生懸命、驚きをくれた。とっても遅いって。あれ？と向きを変えて変わろうとした、この時。名前を呼ぶ声がした。パンチノロ？それは、低い大きな声だった。パンチノロは立ち止まった。パンチノロじゃないか。穴を来てくれたんだね。こっちへ来て、私に頼らせておくれ。パンチノロは、恐ろしく振り返って、ほっとり船の職人を見上げた。パンチノロは、来てくれるの？必死の飛び越えを聞いた。もちろん知ってるさ。私は穴を作ったんだからね。小人たちの作り主のエリは、醜い肌色のダメグラスを見て優しく言った。ずいぶんたくさんつけられたね。そんなつもりじゃなかったわね。僕一生懸命だったんだよ。ああ、何もかもわかっているよ、愛しい子。他の旅人は、お前のことを何と言おうと、構わはしないさ。どうぞ。本当だから、お前だって気にすることなんか、あるはしない。お星様や、タメ印をつけていったのは、一体誰だ？みんな、お前と同じような小人じゃないか。みんながどう思うかなんて、大したことじゃないんだ、パンチノロ。問題はね、この私がどう思っているか、ということだよ。そして、私はお前のことをとても大切だと思っている。パンチノロは笑ってしまった。本当に大切？どうして？だって僕歩くの遅いし、それが見たりできないよ。お前だって褒めちゃってる。こんな僕のことがどうして大切なの？エリはパンチノロを温かく見つめた。そして、彼もちっとも気づいてきた方に、そっと手を置いて、ゆっくりとこう言ったんだ。それはね、お前が私のものだからさ。だから大切なんだよ。パンチノロは、今まで誰からもこんな風に見られたことはなかった。もっと力持ちのよりからこんな風に言われるなんてね。うれしくて、言葉もなかった。お前の前がここへ来てくれることを願って待っていたんだよ、とエリが言った。シールを一つも来てくれない小人に会ってね、それで来たい、パンチノロは言った。あら、知っとるかも。お前のことを話してくれたよ。どうしてあなたのシールがとってもいいんだろう。作り主のエリは優しくこう言った。それはね、みんながどう思うかなんてことよりも、私の思うことの方がもっと大事だと、あの子が分かったからなんだよ。シールがくっつくようにしてたのは、お前自身なんだよ。どういうこと？どんなシールがもらえるかってことを気にしていると、シールの方もお前にくっついてくるんだ。お前が私の愛を信じたなら、
シールなんてどうでもよくなるんだろう。よくわかんないな。エビはゆっくり出たいんだ。今にわかるよ。時間はかかるわね。こんなにたくさんダメ印をつけられてきたんだからね。とにかくこれからは毎日私のところへおいで。私がお前のことをどれくらい大好きか忘れないようにね。エビは大事な仕事台の上から下ろして床の上にずっと置きやった。忘れちゃいけないよ。そこへ出ようとする感じなのにエビはこう言った。この手で作ったからお前は大切なんだってことを。それから私は決して失敗しないってこともね。パンチネルは立ち止まらず、心の中でエビの言ったことを思い出した。すると、あれ？泣いてるかい？その時、一つのダメ印が地面に落ちた。おしまい。今どういうお話を絵本で見たかというと、小人さんが出てきましたけど、小人さんは何してましたか？ダメージ印つけてたよね。星もつけてたね。いいことできると星つけられて、悪いこと、ね、転んだりして、天気が剥がれてたりすると、ダメージ印をつけられてました。でも、あるとき、小人さんの中なのに、同じ小人さんなのに、星もダメ印もついてない小人が出てきます。その小人の名前はルシアって女の子でした。っていう話。そうですか。小人なのに、みんなと同じように星とかダメ印がついてない小人が出てきました。で、パンチネロっていう小人はいつも閉じばっかりして、ダメ印がいっぱい体についてたんだけど、何にも印のついてない小人を見て、あ、僕もこの子みたいになりたいな、もう本当にいい、悪いとかって言われたくないなって言って、どうしたら君みたいになれるのって言ったら、ルシアはどこに行けって言ったんだっけ。丘の上の、男の人のところに行けって言ったんだよね。自分を作った方のところに。見た。あ、そう。そして、そこに毎日行けばいいって言ったね。毎日行くと、シールが、今からそう、シールが取れるんだって。だからルシアは一つもシールがついてなかったんだって。で、アンチネロが行ってみたんでしょ。そしたら、エリがいて、一個取れたね。なんで取れたのかな。行ったから取れたんだよね。行ったらさ、エリっていうさ、おじさんはなんて言ってた、そのダメ印がついたパンチレスネロのこと見て、なんて言ってた。大事だよって言ってたよね。人が、ね、例えば、ね、手話界の方が小さいでしょ。先生の方が大きいでしょ。じゃあ先生の方が偉いですか。
そんなことないよね。でも僕たち私たちは良いとか悪いとかって言ってなんかこう人を見たりしちゃうことがあります。例えばじゃあ足が速い人、足が速い人いますか？この方足が速い、もうちょっとダイエットしたらもっと速くなる、人のこと言えないですけど、足速いでしょ、足速いでしょ、多分さ先生より速いで、じゃあさ足を遅いと、足を遅いってことはやれるってことは何言ってもらう、じゃあさ足速いってことはやれる、足を遅いってことは偉くない、ダメージいるし、どっちも悪いよね。っていうことは、さっきエリっていう人はパンチネロに言ってた。でもパンチネロは、あ、自分はダメなんだな、足が遅いし、天気も晴れてるし、ジャンプもできないしって言ってたよね。でも、ルシアはなんでチームがつかないの？エリに聞いたら、エリはなんて言ってたかっていうと、それは、ルシアは、周りの人がどう思うかではなくて、私が、ね、エリが作った人がどう思うかが大事なんだよっていうことを信じることを決めたって言ってましたね。実は、ね、この話に出てくるエリっていうのは神様のことです。で、小人っていうのは僕たち私たちのことで、私たちが、ね、太ってようが痩せてようが足が速かろうが遅かろうが、誰でも神様はその人を失敗なく作った最高の作品で、だから大切なんですよっていうことをお話ししている絵本でした、ね。今日の聖書のところでも、私の目には神様の目から見たらってことね。神様の目から見たら、カヤちゃんも、シュワちゃんも本当に大切で、私はあなたを愛してるっていうのはどういうことかっていうと、私はシュワちゃんのため、私の持ってるのを全部あげるっていう、すごいでしょ、全部ですね。カナちゃんのために、カナちゃんのことが大好きだから、神様は持ってるもの、それが私はあなたを愛してるっていう意味、こんなに大事なんだよ。嬉しいね。そうやって力が出たから、エリのところに毎日行くと力がどんどん出てくる。毎日神様に会いに行くと自分がどれだけ大切か分かってくる。そうすると、パンチネロは最後、ポロンと落ちてね。ポロン、すぐ取れていく。そして、ルシアみたいに、周りの人たちが何て言うかじゃなくて、神様が、私のことが大好きだと言ってくれてることに目を向けるということが本当に大きな力になるよということです。はい、じゃあお祈りをします。神様、僕たち私たちはあなたの子供として大事だよといつも声をかけてくださって本当にありがとうございます。この生きている中では足が遅かったり速かったり、太っていたり痩せていたり、のっぽだったりチビだったり、本当に私たちはいいとか悪いとか言って比べてしまいますけれども、でもそれも全部あなたが失敗なく作ってくださった最高なんだということを覚えていくことができるようにしてください。相手にもそのように出会う人たち全てが最高の作品なんだということを覚えながら仲良くしていくことができるようにしてください。お友達に星をつけたり愛をつけたりしないで、大事な人と思ってお友達になっていくことができるようにしてください。このお祈りをイエス様の名前でお祈りします。アーメン。それでは次、
Amen.